はい、どうも皆様お世話になっております。暑い中頑張っておられるでしょうか。はい、長々とすいません。はい、どうもマッキーな YouTube 始まりますですよ。何それ、頑張ったね、なんか、はい、はい、こんにちは、牧田の太です。はい、どうも、牧田の近藤です。はい、いやー、社長、暑いですけど。そうやね、暑いからちょっと頭なんかおかしなってますかね。ちょっとね、ちょっとね、なんかおかしなってました、すいません、うん、なんかね、もう、はい、まだしょうがないわ、もうね、しょうがない、こんだけ暑いの。はい、こんなんですけど、あの仕事の方はきっちりさせてもらってますので。もちろんでございます。はい、あの、はい、すいません、はい、申し訳ございませんが、お許しください。はい、社長、いやー、ね、もう7月も入りまして、うん、ね、まあ、暑い日も雨が降ったり、もう湿気多かったりで大変ですけども、今やっぱりね、すごい大変。ほんで、予約もね、すごいいただいててね、毎日すごい、まあ、作業量なんですけどもね、はい、まあ、もちろんきっちりね、させていただくんで、はいはい、よろしくお願いします。お待ちください。はい、こんなヘラヘラしながらやっておりませんので。はい、すいません。はい、でね、社長、今日、7月7日、うん、はい、金曜日、七夕ですけども、まや、はい、明日、7月8日から、皆様、待ちに待ちました、夏のボーナスセール、うん、はい、始まります、ね、始まりますね、とうとう、はい、8月6日までの、約1月ね、はい、大きいセールを開催します。で、早速ね、この8日9日の土日が人気ホイールメーカーのワークフェアなんですよ、はい、ね、でこの後、まあ、ワークフェア搬入が終わってますんでね、その模様もまた撮って、見ていただくんですけども、で翌週、15、16、17の3連休がレイズフェアになります、はい、こちらまあ、ワンピース鍛造ホイールとかでね、すごい有名なメーカーなので、まあ、興味ある方多いと思うのでね。で、22、23の土日、はい、ここがアバルトフェアですね、はい、アバルトフェアも本当にいつも全国からね、ご来店いただくの で、ね、また今回も業者様すごい多いのでね、はい、楽しみにしておいていただけたらと思います。はい、はい、一応こんな感じで明日からのセールを進めていきますんで。そうです ね、はい、まあ、こうやって各週末はね、フェアという形でやっていきますし、うん、まあ、皆さんもね、今日告知させてもらったので、ぜひぜひ、ね、段取りを組んでいただいて、うん、ね、来ていただけたらと思います、ね、はい、来ていただけたらと思います。そうですね、まあ、特にね、そのホイールの、まあ、ワークだったりレイズフェアの時は現物をね、実際見ていただけるし、でその愛車の横に並べさせていただいてね、はい、イメージ沸かしていただけるというのがもう最大のメリットかなと、ね、はい、ね、雰囲気をもう、どういうの、間違わない、間違わない、雰囲気間違わないっておかしいね、うん、イメージ通りの、はい、うん、装着になるのでね、はい、まあ、そういう機会ってなかなかないのでいいのかなと思いますね。これでね、またイメージ膨らましてもらってですね、またこれでご購入という、納得してご購入いただけるかなという機会なので、ぜひご利用ください。よろしくお願いいたします。はい、はい、ではですね、まあ、明日からの、ね、セール、まあ、週末はそういうふうに各メーカーさんだったり、ね、フェアしますけども、まあ、8月6日まで、毎日、ね、うちの、オリジナルアイテムとかは 20% オフとかで、はい、そうさせてもらったり、いつも言ってますが、金利ローンも、うん、はい、これはさせていただきますので、ね、はい、もう土日以外で、ね、来ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ社長、はい、なんかこんな感じですけども終始、ね、はい、でこの後はまずワークさんのホイール搬入終わってますので、はい、ちょっとそれを見ていただけたらということですね。はい、はい、で日々の動画の方は今日日々の動画も数台ありますんで、はい、その後ご覧いただけたらと思います。はい、はい、それでは今日の動画スタート。ちょっとピヨってます。はい、皆様、先ほどね、オープニングの方を、見ていただいて、で、ちょっとね、こちら、今回ね、このワークホイールたくさん並んでるんですけども、ご案内した通り、明日からですね、ワークの、ワークフェアということで、始まりますので、ちょっとこ
ちらに移動しまして、うちの太田の方からですね、社長の方からちょっとご案内をしていただこうかと、はい、思っております。はい、はい、ではまあいつも通りね、すごい物量ね、あのワーク持ってきてくれてるんですけど、もうすでに搬入が終わりまして、こちらちょっと順番に説明していきます。はい、まずもうワークのカリスマ、マイスターシリーズですね、5本スポークマイスター S1 で、メッシュタイプのマイスター M1 で、この新しい L1 とね、とにかく組み付け3ピースの、まあ、ワークのカリスマです。ここら辺もスポーティーな車にも似合うし、セダンでもミニワンでも何でも似合うというね、まあ、こういう形なので、一応これ展示しておりますね。で次エモーションシリーズで、これエモーションのね RS11 というマッキナ1000倍でアバルト用でも作った、このタイプです。これはディスク黒で、リムもねブラックアルマニットで着てますね。で真ん中これが GR10 というワンピースの、シャープな10本スポークで、前からすごい人気の CR 極み、これはアステリズムカラー、まあ、いわゆるマジョーラカラーね、これがすごい特徴で着ております。でこっちが、エモーション2ピース系ですね、CR これは3ピースやね、 CR3P、はい、で、これが GR10 の 2P、これも GR10 もね、ワンピースのさらにこうリムがあってね、すごいかっこいいなというものです。で、スキモンはむちゃくちゃ好きなイミッツ。もうこれはビップ系には抜群になるかなと思います。ちょっと前に飛んでます。はい、で、これがバーサスの、XV、細かいメッシュでね、これもすごい、結構比較的新しい、人気のあるモデルです。で同じくバーサスのこれが WX、 これはもう昔からある端正なメッシュホイール、マイスター M1 とちょっと通ずるものがありますね。でこちらが、シュバートシリーズ、これは2ピースやけどね、これはシュバートの SG2 っていうね、の、ちょっと多分特注カラーですね、ミニバンドがなりそうな感じです。でシュバートつながりでちょっと横行きますね。これがシュバートのクベル、これメッシュのちょっと柔らかいラインのメッシュですね。でここが、まあ、輸入車系に特に人気のグノーシスシリーズの2ピース、グノーシスのひねりの CVS で、CVX ですね、これはもう本当定番で人気です。でこっちがコンケーブですごい人気のジーストの、BST1、 これバックレーベルっていうやつですね、ステップリムじゃなくてリバースリムの方で、バックレーベルという方の、ジーストです。でこれも同じくバックレーベルの、ジーストの、BST2 っていうねシンプルな5本の方ですね。ここら辺も相変わらず人気があります。でこれはLS のね、バサラという、以前レクサス LX でねすごいかっこよくコーディネートさせてもらったこともあるんですけども、これも現物が来ております。こんなんなかなか見れないので、ね、そうですね、はい、まあ、こういうすごいこれ、ここで18フェイスあります。ちょっと引き気味で引き気味で撮ってみようか。すごいボリューム、もう店内の入り口を占領してます。はい、出入りめっちゃ難儀になるんですけどこれね、ほんまに、はい、そうやね、いやまあ偉い数ね、毎年ねワークさんかなり大量の本数持ってきてくれるんでね。ですね、はい、まあでもね実際これは現物をねお客さんの愛車の横に並べて ね、 そうですね、見ていただけるので、なかなかこういう機会値も本当ね2回だけなんでね、うんうん、みんな楽しみにしてる方も多いんで、そうですね、まあね、いろんなイベントとかにもね、まあワークさんとかこういう出店でねこうやって並べられるんですけど、その車の横にっていうのは、うん、なかなか、ね、する機会がないの で、 で、ね、イメージも湧きやすいですけどね、それで、はい、はい、あと、はい、ちょっと裏メニュー、前回もちょっと説明したんですけど、これが、ワークが作るリークローっていうブランドなんですけどね、マイスターの M1 っぽいんですけども、もっと立体的なこうスポークがすごく曲面になってるタイプです。でこの3ピースでこのピアスボルトがね2本ずつでこう落ち込みが段がついてるとか、でここのナットホールをガボッとこうくぼましたりね、すごく立体的なホイールなんですよね。でこれはもう本当にこだわる人
もう究極に足元もバチバチに仕上げたりとか、はい、あのすごくこうマニアックな方にむちゃくちゃ受けるタイプで、ワークのホームページ見ても右端の下の方にしかこう出てない、知らない人も多い、まあ、逆に言うと知る人ぞ知るいいクローなんですよ ね、はい、これも日本来てます、はい、今回の、ね、ワークフェアでもちょっと予約いただいてる方もいるぐらいで、うんうん、もうとにかくあの足回りフェチの方は、はい、ぜひこんなも視野に入れていただけたらなと思います。そうですね、はいはい、まあ、これで全部でどうですか、20フェイスですね、20フェイス来てるので、はい、選びたい放題なので、こっちに置けないんでこっちに置くとレイズさんあってあ、ごめんなさいね、レイズさんね、これね、すみません、ちょっとね、はい、ワークさんこれ邪魔してしまいますけど、これね、まあ、ちょっと2日間だけなんで、ちょっとすみません、うん、はい、はい、まあ、こんな感じでね、あの8日土曜日、9日日曜日、ワークフェアやりますので、はい、ぜひ皆様のご来店をお待ちしております、はい、お待ちしております、はい、それではよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、こちらは、いつも三重県から、ご来店の方いただきます王様の、GR86 のカップカーになります、王様はいつも、BM の M2 のコンペティションでね、一緒に、サーキット走行を、していただいてるんですけども、今回この GR86 のカップカーを増車されたということで、今日ね、予約をいただいております。でカップカーはこちらの鉄筋ホイールがね標準なんですけど、じゃーん、今日装着させていただくのはこちら、レイズのね、大人気の、ワンピース鍛造ホイール、TE37 の SL ですね、スーパーラップ、こちらを、ご依頼いただいておりました。 SL はこの専用のカラーリング、このガンメタのねカラーリングとこの赤いステッカーですよね、これがむちゃくちゃかっこいいんですけども、こちらをねご依頼いただいてたのと、タイヤ、こちらはアドバンのネオバですね、 AD09 こちらを、装着させていただいてます。これでまたサーキット走行をねますます、GR86 でね楽しんでいただけたらと思いますね。はい、ではやっていきます。はい、王様の GR86 のカップカー、レイズの TE37 SL 装着完了です。はい、こういう形で、素晴らしいこのワンピース鍛造ホイールが装着できました、真っ赤なボディカラーにこの1本ねスポーク、赤のこのステッカーがねついてる SL のこれの相性は抜群です ね、横から見てもこんな感じ、素晴らしいと思います。でまだね足元はノーマルなので、まあ、個人的にはねやっぱり若干ローダウンをしてしっかりしたね、足回りを作りたいなとは思うんですけど、またね王様のことですから、あのサーキット走行をねされるにあたって、車庫上もねご依頼いただけるんではないかと思います。でタイヤもこちらのネオバの AD09 をね、装着させていただいたので、素晴らしいグリップで楽しんでいただけると思います。で面具合はこんな感じです、ノーマル車高でほぼ面位置ぐらいですね、すごく綺麗なマッチングで決まったかなっていうところです。でこのサイドビュー、いやーかっこいいな、やっぱり GR86 かっこいいですね。あとねこちらカップカーということで、ちょっとインテリア見させてもらいましょう。じゃーん、純正でロールバーがついてます。まだ、納車されたばかりなので、まだこういうね保護フィルムですか、これがまあついてるんですけども、これが純正ってすごいですね。でステアリングとシートだけはねもう変えられておるんですけども、ロールバー、これがね標準でついてくるというこういうグレードですね。これが GR86 の、カップカーベーシックっていうやつらしいですね。もう本当に走るためだけの、贅沢な車という感じです。はい、こんな感じでね、足元が一気にイメチェンした、王様の GR86 のカップカー、今後ねまたあのサーキット走行なので、一緒に、楽しんでいただけたらと思います。はい、いつもあの遠方からのご来店ありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。
はい、こちらは、兵庫県から、新規ご依頼いただきました D 様の、18クラウンですね。今リフトアップをして、純正のタイヤホイールを外してるんですけどね、こちら足回りはテインのフレックス Z でべったり下げられてるというね、今まあそういう仕様です。で、今回予約いただいてたのがこちら、ワークの3ピースホイールの19インチ、こちらはジスタンスのダブル 10M というね、端正なメッシュデザインの3ピースになります。で、こちらがフロント、フロントはですね、このクラウンはアスリートで、このビッグキャリパー車なんですよね。ですから、リムはね、そんなに稼げないんですけど、まあそれでもすごいこう綺麗です。で、こちらがリア、これはね、がっつりリムですね。リアに関してはこういう、深リムという形でのコーディネートになります。で、シンプルなね、シルバーをお選びいただいて、センターキャップがこちらのブラック、標準仕様という形ですね。で、タイヤは日東の、NT555G2、 こちらを使いまして、結構ね、引っ張りのサイズでコーディネートをさせていただいてます。はい、こちらをつけてね、べったり、下げてというね、こういう仕様で、させていただきます。はい、ではやっていきます。はい、D 様のゼロクラウン、ホイール装着完了しました。これは似合いすぎですね。やっぱりこのセダンにはメッシュ、スリーピースメッシュは最高ですね。こちらが、ワークジスタンスのダブル 10M の、シルバーの3ピースの19インチ。サイドビューもこんな感じで、結構ね、車高調で車高が低いので、特にリア、ノーマルフェンダーのままでしたらね、吸ってしまうので、周りのアーチのね、黒いモールをカットして、フェンダーまで若干削ってこの仕上げというとこです。かなりね、3ピースで面具合もこだわりまして、きっちり走れるレベルで、最大のリム幅を取って仕上げることができました。でね、リアのこのディープリムもね、やっぱり素晴らしいなと。重厚感がやっぱりすごいですよね。で、サイドビューがこういうスタイル。若干リアがまあ下がり気味というとこですね。まあ、フロントはステアリングを、ね、切らないといけないので、ちょっとこれ以上は下げれないかなというところです。はい、まあ、重厚感と高級感、本当にすごいね、足元に決まった D 様の、ゼロクラウンでした。兵庫県の、ね、遠方から、ね、ご来店本当にありがとうございます。また、ね、今後もよろしくお願いいたします。はい、こちらは、新規ご依頼いただきました、K 様のアルファロメオのブレラになります。非常にこうスタイリッシュな、ね、お車なんですけども、ご予約いただいてたのがこちら、タイヤホイールの交換という形になります。で、ホイールは、ワークのエモーションの M8R、 こちらの、19インチですね、こちらの方をご依頼いただいておりまして、このグリミットブラックというね、濃いめのシルバー、これが非常に綺麗なホイールになります。で、タイヤはファルケンの最新の FK520、 こちらの方をセットさせていただいて装着という形です。はい、それではやっていきます。はい、 K 様のアルファロメオのブレラ、ワークのホイール装着完了しました。はい、こちらが、ワークのエモーション M8R ですね。こちらの、グリミットブラックをチョイスしていただきました。この色が本当に綺麗ですね。ただのシルバーではないので、奥行きがこう黒っぽく見えるんですよね。これがそのスポークの造形を非常にこうシャープに見せる、秘訣なんですけどもね、すごく決まってます。で、この白ボディのね、ブレラとの相性抜群じゃないでしょうか。もう本当にこの芸術作品のようなね、ブレラのボディですから、まあこのワークのね、19インチと非常にこう相性がいいなと思いますね。で、面具合も完璧でして、このフェンダーから糸を垂らしたところに、タイヤとリムが来てるというね、こういう形で仕上がりました。これリアビューですね。素晴らしいです。で、サイドビュー、こんな格好ですね。
いやしかしブレラほんまおしゃれですね。僕もアルファロメオがね、大好きなんですよ。アバルトをねうち3年ぐらい前からやり始めて、僕アバルト買う前はねアルファロメオをずっと乗り継いでまして、いろいろねこんな感じでカスタムをね、してたんですけども、お客様もねアルファロメオの方もですから比較的多いんですけどもね。はい、まあこういうね素晴らしい足元に決まった経営様のブレラ、奈良県からね、ご来店いただきましてありがとうございました。またね今後カスタムご依頼いろいろお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、こちらは、京都から、新規ご依頼いただきました王様のアバルト595のツーリズモになります。今早速リフトアップをしてね、タイヤ外してるんですけども、メールでねやり取りさせていただいてまして、ご予約いただいてたのがこちら、ホイール交換なんですけども、これマッキナでは初ですね。モモのこの、5本スポークですね、これを装着をさせていただきます。ガンメタとポリッシュのねこう綺麗なお色でして、非常にこのおしゃれなツーリズモにね似合うんじゃないかなと思います。で、モモはこのボルトもね、専用の、シルバーのタイプがついておるので、こちらで、装着という形になります。はい、それではやっていきます。はい、王様のアバルト595のツーリズモ、ホイール交換完了しました。はい、こういうねすごくこう綺麗なね力強い5本スポーク、これは似合いますね。このガンメタのねポリッシュのこの造形というこの5本はねなかなか僕の知ってる限りないんじゃないかなと。本当にねモモのホイールはちょっとマッキナでは初めて装着させていただいたんですけど、このツーリズモのねツートンボディの、カラーなんかとね非常に合ってて、まあ純正オプション的なね感じですごくこう綺麗に違和感なく決まったかなというね、まあ、そんな印象です。でサイズ的にも 7J なので、つらい地までは来てないですけども、車検もね、全く問題なく、いけるようなところですね。はい、まだ、王様は、足回りがねノーマルなんでね、ちょっとこうローダウンなんかねしたいかなというところですけど、またね、今後いろいろ、ご依頼の方をいただいたらと思います。はい、京都の、遠方からねご来店いただきましてありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。はい、こちらはいつもカスタムしていただきます N 様のアバルト595のコンペティソーネになります。今回ねかなりのプランで、ボディのラッピングカスタムをねさせていただいたんです。ただすいません、ビフォーの画像動画ですね、撮るのを忘れまして、どこが変わったかと言いますとね、このウィンドウハウスから上、ここを 3M のカーボンブラックのラッピングフィルムで、ハーフラッピングですねをさせていただいたんです。で以前はこのルーフだけ、カーボンブラックにねすでに張り込んでおったんですけども、今回はこのウィンドウハウスから上のハーフということで、ピラーですね、ピラーからこのウィンドウハウスのモールにつながるラインで綺麗にラッピングをさせていただきました。こうすることで印象が激変ですね。でコンペなのでドアにアバルトの、ね、サイドデカール、まあ、ラインがついてるんですけど、そちらは、剥がさせていただき、完全にこうツートン、上の黒と下のボディ色ホワイトのツートンという形でねコーディネートをさせていただきました。でボンネットは以前これもカーボンブラックでスクーデリアラインですね、これを入れていただいているので、またちょっと雰囲気がね違いまして、もうかなりね本当に一気にイメチェンできたかなというふうに思います。これサイドビューです。完全に上下でねこうトーンが分かれて個性的に仕上がったかなと思いますね。はい、こんな感じでねまた一気にイメチェンをさせていただいた N 様のアバルト595コンビチソーネ、イメチェンした姿でどんどんドライブを楽しんでください。いつもご依頼ありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。また全国の皆様の、カスタムの参考になったらいいなと思います。で8日9日のワークフェアですね、また皆
皆様のご来店お待ちしております、はい、お待ちしております、はい、それでは次回の動画までさよなら、さよなら。